こんにちは、ジェット大輔です。今日は IO データさんの挑戦者ブランドの新製品を取材にやってきました。さあ、こちらが新製品であります。今日は挑戦者ブランド担当のヒラッキーさんに解説していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは何でしょうか。はい、こちらになるんですけれども、あ、これですね。はい、Bluetooth のアダプターになってまして、はい、後ろにこういうオーディオのピンがついてます。はい、でこういうピンを使って普通のスピーカーとか、はい、アンプとか、はい、こういうオーディオ機器をつなぐことで、はい、お気に入りのオーディオ機器と、はい、こう iPad や iPhone の Bluetooth の接続で音楽が楽しめるっていう、ジャングルビーツっていう。ジャングルビーツ、はい、ワイルドな名前ですね。ワイルドですよ。はい、iOS 端末向けの Wi-Fi SD カードリーダー、ヌーベス。はい、SD カードが読める、はい、ということですか。後ろに SD カード刺さってますけども、はい、これを刺した状態で、はい、Wi-Fi で iPhone と接続することで、はい、この中身を再生できますよ。あ、はい、これ動画を再生すると、はい、こういう形でそのまま再生できます。はい、こういう形で動画や音楽、写真といったものをこの中から再生できますよというデバイスです。再生用の SD カードリーダーですね。はい、ここに入りきらない写真や動画を SD カードに移しておいても、はい、いざその場で見たいという時に一緒に持ち歩いていただくことで、なるほど、いつでも見れますよという機械になってます。はいはいはい、はい、次がこちらです。はいはい、コンパクトなモバイル Bluetooth スピーカーになってます。はい、バッテリーで連続10時間再生できますので、まあ、持ち歩いて10時間、はいはい、iPhone や iPad とこう Bluetooth でつないだり、まあ、他の Android にももちろんつながります、はい、Bluetooth でつながるものを音で出力できます。うん、結構あのボリューム上げて再生することもできますので、はい、あの1人で聞くときだけじゃなくてちょっと大きく音出したり。どれぐらい大きいんですかね。わあ、結構出ますね。出ますね。なんで結構使い出がありますよ。はい、お次がこちらのですね、はい、スマートフォンで使える Wi-Fi の、はい、カメラ、はい、ネットワークカメラになります。はい、今こちら iPhone ですけれども、はい、ジェットさんの写ってますけれども、あ、はい、写ってる。今ライブでつながりますというところで、これがもう家の外から見えるので、はいはいはい、設置した場所を家の外から監視することができますよというカメラになってます。こちらになるんですけれども、はい、先ほどのネットワークカメラの上位モデルになります。はい、NAS への録画に対応して、はい、首振りパンチルトに対応したネットワークカメラになります。はい、今これあの Now でこれ今映ってるんですけど、キュッとやると、はい、動きますよ。動いた。外からでもこうやって操作して動かすこともできます。へー、はい、で、NAS に録画できるって話ですけど、はい、こちら今ロックディスクネクストあります。ロックディスクネクスト、はいはい、こちらに今録画してますので、はい、録画してるんですか。はい、今録画してます。はい、なので今ここにライブの映像映ってますけど、はい、ここにロックディスクネクストに録画された録画リストが出てます。あ、これロックディスクネクストのスマートフォンアプリですけども、うん、はい、を再生をすると読み込んできて、はい、ストリーミングで再生できます。へー、ちょっと今ネットワーク混んでるんで若干時間かかってますけど、うん、はい、先ほどのわちょっと、ね、今前に説明してたところのお話を今、はい、してた時の映像が映ってます。へー、このようにですね、スマートフォンから外から確認するだけじゃなくて、はい、録画した映像も確認できますよというなるほど、まあ、この、はい、iPix、ICS2330 になります。へー、これ今ロックディスクネクストなんですけど、はい、ちょっとごめんなさいね、今あの、はい、SSD が中に入ってます。お、はい、と今販売しているロックディスクネクストは 2TB のモデル、3TB のモデルって、はい、ハードディスクですね、はい、入ってるんですけど、はい、今度、まあ、はい、11月の28日を今目指して今、うん、あの開発中なんですけれども、はい、SSD の 120GB と 250GB を搭載したモデルを準備してます。こちらあの、はい、ロックディスクネクストがもともとファンレスで、うん、はい、非常に静音性の高いモデルになってるんですけれども、はい、SSD を入れることで、はい、もう無音です。お、はい、全く音が、はい、しない。やっぱりこの
音のしないストレージっていうものをやっぱり求めていらっしゃる方もかなり多いので、僕ビデオブロガーとしてすごく欲しいです。欲しいですか、はい、ありがとうございます。後ろにロックディスクネクストの横に USB のハードディスクついてますけども、はい、これは普通のハードディスクですね、はい、USB 2.0 のハードディスクで、はい、かなりのご家庭にパソコンにつながってると思います、はい、これってパソコンにつながったりしないと絶対読めないじゃないですか。そうですね。でもロックディスクネクストに接続してもらうことで、はい、うん、ロックディスクネクストの機能をそのままここのデータを読むことができるようになりますので、はい、今つながってるんですね。はい、つながってますよ。こちらにですね、ロックディスクネクストにつなげた、はい、これにつなげた、スマホのアプリが入ってますけども、はい、ここにシェアってあります、はい、ここのシェアっていう中にですね、うん、この HDCA っていう、まあ、このハードディスクなんですけど、はい、これなんですね、はい、このフォルダが見えるようにも設定したりしてます、はいはい、で入るとですね、はい、この中に入っている動画が出てきて、はい、これもストリーミングで再生、共有したハードディスクからストリーミングで再生、はい、今までだったらパソコン立ち上げないとデータ見れなかったですけど、はいはい、ロックディスクネクストとつなげておくことで、もういつ、ああ、そうか、そういう使い方、はい、データが、なるほど、使えますよ、はい、外からでもアクセスできるっていう、なるほどね、面白い、はい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 、仕組みになってます、はい、挑戦者続々新登場予定です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。